わしはゾンゾン。東北に住む年老いたパペットじゃ。突然じゃが、前回までのあらすじをお話しさせておくれ。スンスンは学校帰りに謎の博士から腕時計をもらったんじゃ。僕みたいなプアな男の子にあげるってこれくれたの。ところが、それはタイムマシーンだったんじゃ。このボタンとかもまだ何のボタンかわからないもんね。あれがもし本当にタイムマシーンだとしたら、スンスンは一体どこに行ってしまったんじゃろう。スンスン、どこじゃ？聞こえたら返事しておくれ。スンスン、スンスンや。大丈夫ですか、スンスン様。あ、うん。ねえ、本当に今、2059年なの？ええ、2059年でございます。じゃあ、僕、未来に来ちゃったんだ。未来？うん、僕、もっと昔から来たの。タイムスリップということですか？うん、この機械で来たの。その腕時計でですか？博士がくれたの。プアだからあげるよって。プア？とにかくね、これをいじってたらここに来ちゃったの。そうだったんですね。ねえ、僕どうしたらいいと思う？そうですね、まずはカレーでも一杯いかがでしょうか？カレーはさっき飲んだからもういいよ。ではコーラなどは？うん、実はあんまり喉乾いてないの。そうですか。ねえ、そんなに落ち込まないでよ。すみません、お飲み物をお渡しすることしか私には機能がないもので。そうなの？遊んだりとかしないの？私はロボットですので。好きなこととかないの？あるにはありますが。どんなこと？実は踊ることが好きです。ダンス？どんなダンスが得意なの？あ、わかった、ロボタップダンスです。ロボットダンスじゃないんだね。恥ずかしながら私はロボットダンスが苦手なのです。そっか。変ですよね。変？どうして？だってロボットダンスが下手なロボットなんてロボットらしくないですよ。そんなことないよ。おじいさんみたいなおばあさんだってよくいるでしょ。よくいるものなんですか？うん、僕のおばあちゃんはよくおじいさんに間違われてたよ。え、なぜですか？うん、夏になるとね、暑いからって頭を坊主にしちゃうの。だから知らない人にはおじいさんだと思われてたよ。間違われてもおばあさんは怒らないのですか？うん、私は私だって笑ってたよ。なんだかすごい人ですね。ねえ、未来のこと教えてよ。どんなことでしょうか？ねえ、この時代ではパンはどうなってるの？未来っぽいパンってある？未来っぽいパン？うん、ピカピカ光りながら空を飛んだりするパンとか。残念ですが、スンスン様、この時代にパンはないのです。え、どうして？法律でパンを製造したり保持したりすることは犯罪だと決まってしまったのです。え、なんで？美味しすぎるからです。美味しすぎてやめられなくなってしまうので禁止されたのです。そんな。おじいちゃん、僕もう帰りたいよ。先ほどから気になっていたのですが、その機械は何ですか？これはスマートフォンだよ。お父さんが古くなったのをくれたの。ああ、これがスマートフォンですか。初めて本物を見ました。え、この時代にはスマートフォンないの？そうですね、もう今ではこういった機械は使用しておりません。これはどのように使うのですか？これ？電話もで
できるし、写真も撮れるよ。写真？うん。ここをね、こうやってね。あ、映った。ほら、これが僕、これが君だよ。私は、ずいぶん四角いのですね。そうだね。ん？どうしたの？私は、お客様とは全く違う見た目なのですね。そうみたい。大丈夫？ええ、初めて自分自身を見たもので、私もお客様方のようにもっとふさふさしているものと思っていました。でも君はカクカクしててかっこいいよ。かっこいい？うん。それにいろんな飲み物も冷やせるんでしょ？はい。僕は飲み物冷やせないし、そんなにかっこよくカクカクできないもん。すごいよ。そうでしょうか。そうだ、君のことカックンって呼んでもいい？カックン。うん、カクカクしてるでしょ。カックン。レインから全搭乗員に、密航者侵入の可能性があります。今一度持ち場のチェックをお願いします。今のなんだろう。つかぬことをお聞きしますが、スンスン様はこのアストロ航空109便火星行きのチケットをお持ちでしょうか？チケット？はい、お持ちですか？持ってないです。するとスンスン様は密航者ということになります。これは犯罪にあたります。僕のことおまわりさんに知らせるの？そうプログラムされております。あ、誰か来た。今の通信聞いたか？あ、密航者だろ。私はここら辺が怪しいと思うなら、どうかな。ここら辺はたった今探したよ。なんか見つかったか？いや、何も。そうか。ところで、この機械は何だ？ああ、それはスマートフォンだ。スマートフォンだって。そんなものを一体何に使ってたんだ？ん？どうした？これは、お前、何か隠してないか？いや、実はここでダンスの練習をしてたんだ。ダンスって、ロボ？タップダンスだ。嘘をつくな。ロボットのくせにタップダンスなんておかしいだろう。おかしくなんかないさ。すごいな。すごくカクカクしてるな。ああ、私はカクカクしてるのだ。そうか。とにかくここには何もなかったんだな。ああ。では私は向こうを探してくるよ。ありがとう、カックン。どうして私はこんなこと。どんな気持ち？なんだかドキドキします。僕もハラハラしたよ。おまわりさんに連れてかれちゃうんじゃないかって。私はもうそのようなことはしないでしょ。いいの？はい、そんなことより早く逃げた方がいいですよ。うん。これで合ってるのかな。あ、そこの年代はこっちだと思います。あ、こうか。そうですね。これで元の時代に戻れるはず。ありがとう。元気でね、カックン。こちらこそありがとう、スンスン。おお、スンスン、心配したぞ。ただいま、おじいちゃん。大丈夫だったのかい？うん。一体どこに行っとったんじゃ？2059年だよ。え？そんな未来に？うん。あの、どんな風になっとるんかの、未来は。カレーが飲み物になってた。え？カレー？うん。炭酸入りのカレーが美味しかったよ。カレーに炭酸？うん。あとね、新しい友達ができたの。ほう。
なんという子じゃ。かっくんだよ。